とりあえず金が出るまでやろうかなと思ってます。はい、今日はね、常闇の神殿スタミナ半減ということで、今日使っていくパーティーはこちらです。アーサー、進化の、進化のドンキホーテと、ダルタニャン、水属性ダルタニャンと、ガブリエルですね。まあ、なんでダルタニャンが入ってるかっていうと、このダンジョン別にダルタニャンじゃなくてもいいんですけど、火ダメがとりあえず痛いんですよね。結構、ダークドラゴンとか、まあ、覇者などの20体みたいな感じで、火ダメが非常に痛いので、光属性だけで固めると、まあ、死にやすい。本当はね、ガブとかの方がいいんですけど、持ってないんで、今回はダルタニャンでね、ダルタニャンを運用していきたいと思います。まあ、反射4よりはね、貫通1いた方がね、基本的にはいいと思うので、そういう面でもダルタニャンを採用しました。まあ、なんでダルタニャンのところは本当に何でもいいと思います。アリス持ってる方だったらアリスの方がいいし、いろいろね。ドンキホーテの役割ですね。こういった普通神化の方が使われがちなんですけど、自分はこのね、進化の方にちょっと愛着持っちゃって、なかなかちょっと神化させられない状態なんですけど、このね、進化の方もめっちゃ強いですね。神化の方がね、電撃衛星の方がめちゃくちゃ評価高いんですけど、まあ、個人的にこっちも相当強いと思います。まあ、状態異常回復からアンチダメージウォールってことで、ここのダンジョンめちゃくちゃ適正なんですね。今までね、ダメージオール持った状態異常回復って多分アリスだけだったのかなと思うので、まあ、そういった面でもね、アリスっていう限定キャラっていうのは非常にね、手に入れるのが大変なキャラなので、まあそれよりはね、全然当たりやすくて使いやすいキャラなのでいいキャラだと思います。ただね、反射なんでちょっと使いづらい点もね、アリスに比べるとあるかもしれません。で、そうですね、そう時の間っていう、この闇の時の間一番なんか人気高いんですけど、なんでなんですか。めちゃくちゃ時の間人気あるじゃないですか。まあ確かになんかリセマラできるキャラでいけることが多いんですよ。なんかよくわかんないけど、例えばね、まあリセマラで始めるならアーサーとかルシファーとかガブリエルとか、そういう本当に強いって言われてるキャラがね、活躍しやすいダンジョンなんですけど、自分的にはね、やっぱ自己死が多いんですよね。ここやっぱアビロック食らった状態でダメージオールがね、縦横に張られてるともうどうしようもなかったりすることもあるんで、そうですよね。なんでね、自分はあんまこんなに好みないんですけど、ちなみに一番好きなのはかな。水は結構なんだかんだ受けることが少ないんで、まあ、時間はかかりますけど、水は結構ちょっとやばいんじゃないか、ちょっとやばいんじゃないかい。 OK、 酔った、ね、OK、 でこのダンジョンは基本的に、ここですね。ここで倒しきれると非常にいい。ちょっと今浅かったです。あそこでね、ワンパンできちゃうと、もう本当にかっこいい。マジでかっこいいって感じです。これだいぶ早くなりますし。まあでも、そうだね。このダンジョンの話に戻ると、トッキンは結構倒しやすいダンジョンかもしれない。結構ザコの位置が壁寄りだったりするので挟みやすかったりして、ここに挟めて与えやすいのかなと思わなくないですか。いかがでしょうか。というか、特急確定キャラのこと皆さんなんて呼んでますか。特急とか、あと何だっけ、ワクリとか、いろんな名前があると思うんですけど、結構まだ定まってないですね。あいつの名前、あの
ぎょっくんぎょっさんはすぐ決まったじゃないですか。だけど、他の名前というか、このキャラについては、ワクリンの特性で、結構ね、派閥が分かれると思います。よいしょ。みんなは一人のために、一人はみんなのために。このボイス、本当にいいですよ。今、多分ボイス映してないんですけど。ちょっと今日の動画は映してないんですけど、またね、今多分 BGM が響いてると思う。 OK、 勝った。さあ特急出るまで動画を、特急出たらもうこの時点で終了です。ちなみにこの朝は学びですね。残念。次行きましょう。朝は学びで、ちょっとね、この学びに至る経緯をご説明いたしますと、最初に一撃指針持ってたんですよ。特急 M、 第1 M じゃない、特急 M、 特急 M の一撃指針を持っていて、でどうしてもやっぱ遊撃がつけたいってなったんですね。やっぱ指針じゃこいつは嫌だ。 SS がやっぱ波動砲だから、やっぱ位置動かずに打つからね、指針させることがないんですよ SS で。ダルタニアンとかは、まあ、SS でねサクサクいけるので、でもね、もちろんいいと思うんですけど、こいつに関してはちょっと違うなと思って、やはりね、つけ直そうってことで意を決して、今後ね、神殿を回るときにちょっとでも経験値がないようにと思って学びをつけたんですよ。学びがなくて、そしたらもう大体そうですね、1ヶ月が経ちましたね。そっから一切でもですね、結構ね回ってるんですけど、全然出ないですね。やっぱ源泉って大変ですね。源泉って、ちなみに遊撃をね結構探し求めているんですけど、遊撃がこの期間というか、この前のね、神殿のスタミナ半減からとか結構頑張ってたんですけど、ちなみについたキャラがマーリー一体。マーリーね、あの攻撃型なんですよ。あいつ攻撃型っていうのは、まあ知ってる方も多いと思いますが、遊撃友情が強い、なんかもともと遊撃食ってるみたいな、その遊撃みたいな感じなんですけど、ですね、友情が非常に弱い、友情が非常に弱くて、十字レーザーかな、十字レーザーで威力も結構そんなに高くないんですよ、十字レーザーのキャラの中では。中ではちょっと分かんないですね、十字レーザー、とりあえず威力が低いんですよ。欲しかった欲しかった遊撃がなぜか周りにつき、あとディルロッテにもつきましたね。ディルロッテも毒我慢を探してたんですけど、だからそういう身のね巡り合わせってありますよね。身に切ない身の物語です。あ、そうだ、あともう一つあれだ、皆さんあれどっちが好きなんだろう。反射と貫通出身どっちが好きなんだろう。一部では貫通がいいって言われてる。でも大多数は反射がいいって。まあその理由として、貫通タイプの場合、なんか弱点があるじゃないですか。弱点ってなんか3ヒット扱いなんですって。なんか3倍のダメージが与えられてるんじゃなくて、3ヒット、3回当たってるよっていう判定らしくて、貫通だとそれが何回も往復できるんで、そっちの方が火力が出るんじゃないかっていう説が一つ。と、まあ反射は雑魚に対してっていうか、まあ、弱点のないキャラに対しても安定して出せるし、壁と挟まれるから、まあ、そっちがいいんじゃないかっていう説がもう一個あって、結構ねこれ意見分かれるところだと思うんですけど、皆さんどっちなんですかね。僕は一応貫通の方を信じてます。まあ、実際
まあ発動率的な話をすると反射の方が高いんですよ。高いんですけど、やっぱボスとか大事な局面での発動率を考えた時に、まあ貫通の方が高いのかなっていう結論に至りましたね。だから個人的に自分は貫通につけたいなと思ってます。なのでね、誰かについた時は結構喜んでました。ボス、スラッシュってさ、判定がさ、なんかよくわかんないけど、めちゃくちゃ入れ番するよね。なんでここのボスに持ってきたっていう。本当に、ね、非常に迷惑ですね。でもね、ここのままね、やっぱ入れ番ないキャラがいいよね。ダメージオールも取得するので、アビロックかかって大丈夫です、はい、という豆知識でした。これだから豆知識動画に回そうかな。豆知識動画に直近に豆知識の方に回しましょうか、ね、で、何だっけ、そう、ガブリエルがやっぱそうキラーでさ、ダメージ量もさ通常に比べると大きいんですよ。光属性、闇属性が普通に与えるダメージよりキラーの方が大きいから、そのダメージ、与えるダメージも大きいし、しかも、火ダメもね、普通のやつだったら、半属性だから、ダメージも大きくなっちゃうんだけど、それもない。本当にやばいです。しかも、友情が強い。はい。火出ました。さあ、頼む、遊撃。遊撃頼む。頼む、頼む、頼む、頼む。遊撃、遊撃、遊撃。遊撃の得得る、遊撃の得得る、遊撃の得得る、遊撃の得得る。まあ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 、遊撃だったら特急でもね。遊撃だったら特急でも全然 OK よ。来いよ遊撃。はい、ご視聴ありがとうございました。今回はね、まあ適当にちょっとダベってダベって神殿をやってみたという動画でした。まあね、結果はどうであれ金が出たので、ここら辺で終わりたいと思います。では皆さん、さよなら。じゃあね、バイバイ。チャンネル登録よろしく。グッドボタンもよろしく。じゃあね、バイバイ。